どうもアイトです。イベント、貴族怪盗プリンセスジョーンが、始まりましたね。そして、このイベント探索画面。これ、八千恵さん、後半で実装されるパターンや、ゲスト枠で編成されているので、八千恵さんの実装は確実ですね。八千恵さんのスペカ演出を、確認。別衣装で確認。カワウソ霊にスリスリしている八千恵さん、かわいい。ここからは簡単に八千恵さんの性能を見ていく。八千恵さんは技巧式、攻撃面は陰陽バランス型かな？防御面は攻撃よりも高く、陰謀が目立って高い。スペカ構成は単前前。能力は有利、振り属性から受けるダメージを 20% ダウン、グレイズ使用時、味方全体の援攻を一段階アップ。能力面に関してはスイカと同じですね。そうなると、やはり八千恵さんもフェスゲンなのだろうか。能力面で見るとスイカと同様に今ピックアップ中のヤマメと相性はいい感じ。9月30日に八千恵さんが来るとしてメインストーリーも更新。このタイミングで超フェスが来るかはわからないけど、意思は貯めておきたいですね。とりあえず今回は、ここまで、ご視聴ありがとうございました。